実験成功。今日はあなたの誕生日、そして命日は1週間後よ。立ちました。気力回避フラグちゃん。2100X 年、人類は人口減少の一途をたどり、深刻な不妊に悩まされていた。研究者の私もその一人だ。しかしたった今、セミの DNA を利用してクローン人間の生成に成功した。まあまあ、生後4時間で自立して言葉を話す急成長。彼は息子のモブを、異常な急成長を遂げる彼こそ DNA 編集の代償で寿命1週間のクローン人間第1号だ。まあまあ、ずっとこの日を待っていたわ。1日目。わーい、勝ちました。うわ、子供が一人で遊ぶのは死亡フラグですよ。君は死神です。無謀さん、あれを見てください。ただの木だけど。この木は呪いの木。子供が一人で遊んでいるとあの木に吸い込まれちゃいますよ。まあそれは冗談ですが。怖いよって、ビビりすぎです。モブを、一旦失礼します。勝手に外で遊んじゃダメでしょ。ずっと私のそばにいて。明日は起きたら一日お勉強の時間よ。ママ、寝るの怖い。じゃあ音楽をかけましょうか。ぐっすり眠れるように。おやすみなさい。音楽。2日目。それで部分分数分解が。部分分数分。モブを、あなたには時間がないの。お願いだから私の言うことを聞いて。はい。はあ、おや、この歌どうだった？歌？歌っていうのか。おお、変わった子だね。歌！歌！そうだ、興味あるなら君も一緒に歌わないか。でも今は勉強の休憩中で。そんな窮屈な檻に閉じこもってて楽しいかい？人生には限りがある。どうせなら自由気ままに歌おう。さあ、こっちへ来なよ。うん。途中で抜け出して、こんな夜中まで何してたの。歌。隣の公園で。最近一日中ギターをかき鳴らしてることつるんでたのね。もっと歌いたい。何言ってるの。あなたの寿命は1週間。歌ってたらあっという間に死ぬわよ。死ぬ、わからない。とにかく歌いたい。うちにいなさい。いやだ、出る。待って、ママ。私はこの数十年間ずっと子供に恵まれなかった。あなたはようやくできた息子なのよ。だからずっとここにいて、出ないと1週間限りの人生後悔するわよ。もう決めたんだ、俺家を出るよ。お世話になりました、モブを。3日目。勝ちました。君は一昨日の親の反対を押し切るのは死亡フラグですよ。これでいいんだ。でもモテ男にオーディションってのに呼ばれてるから急ぐ。好きなことにはひたむきですね、チラ。おい、さっきから緊張感が足りないんじゃないのか。緊張感？このオーディションに全てがかかってるんだよ。君と、そして自分の。なんでそんなにイライラしてるの。歌うんだからもっと楽しもうよ。次の人。はい、行こう行こう。おばや一触即発。以上になります。失格だな。そんな、面白みに欠けるというか。お願いします、モテ男、お願いします。君は、はどうして君は頭を下げなかった。俺の人生は短い、だから楽しみたいんだ。何言ってるんだ。君のせいでチャンスを逃したんだぞ。俺様の前に二度とそのモブ画を晒すんじゃねえ。モテ男と歌うの楽しかったのにな。バイバイ。4日目、5日目。おかわり。もう坊さん、これは牛丼。なんでここまで爆食いしてるか聞いてるんです。楽しい気がしたんだよ。つまんなくなった歌の代わりを探して。つまんなくなった？他にもいろんなとこに出かけて服を買ったり、綺麗なお姉さんと遊んだり。人生残り少ないなら楽しまなくちゃ。パンかーい。満喫しすぎです。モブーさん、本当にこれで今宵もジャズショーの始まりです。さあ、祭りだ祭りだ。話聞いてますか。それではどうぞ。
無謀さん。これで確信が持てました。歌う以外に気を紛らわそうとしても、やっぱり今でも歌が好きなんですよね。一週間しかない人生、こんなことで棒に振っていいんですか。俺はとうとう見つけたわよ。あなたたちは昼間の。早く金払え。金？お金はもう払ったじゃないですか。よく見たら子供銀行の偽札だったんです。それって本物のお金じゃないの。違いますよ。でも生後4日目じゃ無理ないか。助けて。あ、待ってください、無謀さん。もう朝か。やっぱり今でも歌が好きなんですよね。無謀さん、いつの間に。公園の炊き出しに行ってみてください。きっと何かがあるはずです。でも今私が言えるのはこれだけですから。あれは。おや、あなたは。俺はモブ、いや、モンブと言います。モンブさん、自分の歌はどうですか。相変わらずいい。相変わらず。それならよかった。短い人生で何かを残せたのなら。短い人生。大丈夫。お気遣いなさら。モテオ。6日目。1年前でした。身寄りのない彼に原因不明の病が発覚したのは。助かる方法は見つかっていません。モテオ。モンブさんか。原因不明の病って。実は自分もう少しで死ぬんです。死ぬ？死んだら二度と歌えなくなる。そんな。あいつに会えなかったのが心残りだ。あいつ？どんな時も歌を楽しむやつで、一緒にオーディションに出た夜、あいつに気づかされました。誰かに認められるより好きなことを本気で楽しむのが人生で大切なことだって。ありがとうと伝えたかった。モテオ。人生は短い。あなたも後悔のないよう楽しんでください。最後の一日。おじいさん。ん？面白い歌。そうかい。明日もまた来るね。明日。ああ、待ってるよ。無謀さん、一週間の人生最後の日、無謀さんは不慣れなギターを弾いて歌い続けました。人間の人生は短い。私がどうしてあげるべきだったかは分かりません。なんかとても眠い。でも今はただ、はあ、おやすみなさい、無謀さん。と思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって、フラグちゃん。待て。